サブノーティカ実況プレイやっていきます。前回はなんか量子爆発が起きるぞとかって言って結局起きなかったんで、まあ今日はちょっとどうしようかな、のんびりと遠出でもして、でなんかいろいろと集めてみようかなと思ってます。本当は銅鉱石集めたいんだけど、多分ね銅鉱石なんか道具がないとおそらく集められないと思うんで、こうやってね基本的になんかいろんな新しいものを集めると作れるものが分かってくるみたいな、そんな仕組みにどうも思えるから、まあちょっといろんなものを探すために近場だけじゃなくて遠くも行ってみようかなって、そういうふうに思ってます。今なんか作れるかな、新しいもん装備品でフィンか、これもう作ったよね確か。うん、だからもう他は大して作れるもん、まあシリコンゴムと潤滑油は前から作れたからこれはまあいいや。で医療キット持ってこう、医療キット、うん、医療キットは自動的に時間が経てば作られるんだよね、だから常に持っとかないと損ということで、さあちょっと探検行きましょう。宇宙船の方は結構行ったから逆の方向行ってみようかな、あのあたりなんかあこにちょっとなんかあるから、あのあたりまで行ってみましょう。新しいもんなんかないかな、魚でもいいんだけど、こいつらはまあ見たことあるから、これもあるな、ブーメランのやつ行きながら、で、あの、マッシュルーム捨てながら行こう。マッシュルーム。はい。これいりません。いりません、と。なんか勝手にもっとこう、一気にいっぱい捨てれないのかね。ポイポイってどんどん。あ、なんだ？引っかかっちゃった。で、石英とか、そういうのは多分ちょっと珍しいから、まあ見つけたら取るようにしよう。このあれだね。バックパックの中ももうちょっと容量増やせるようになるんかね。なればいいなとは思ってるけど、なかなかね、どういうもんが作れるかがまだ全然わかんないから。あ、水分の補給、はい。水の中でどうやって飲んでんだこれ、水分補給ね、はいはい。水分いっぱい作ってきたからいっぱい飲もう。 OK。 あれさっきのなんか V みたいなやつがどっかにあった気がしたんだけど、気のせいか、あれなんかこの辺りになんかさっき見えてなかったっけ、あれか、ちょっと遠くに行きすぎたか、あれなんだろうね。なんかちょっと、このわかる？照準の先にあるように見えるんだけど。これなんだろう？ん？ほら、これ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 。これが何かちょっとわかんなくて。あ？ああ、そうか。これ、ただのあれか。じゃ、お、量子爆発。ちょっと見よう見よう、量子爆発、あのスクリーンショットしなきゃいけないから、どの角度がいい、この角度か、この角度にしよう、よし、ここがいい。おお、なんかカウントダウンが始まってる。さあ派手にお願いしますよ、いいサムネ映えするように。はい、おお、すげえ、おほう、ふう、いやすげえね、量子爆発こんな感じか。うほー、あで、なんか新しいもんが、放射線防護スーツ、へえ、あこの爆発が起きないとあの放射線の中に入れるスーツができないんだ。前まであれだもんね、宇宙船の近く近づいたらなんか放射線があるから行けまへんみたいなこと言ってたけど、このスーツを作れば宇宙船まで近づけるってことか。あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと今回あんまりやることないなと思ってたところに、ちょうどいいもんができてきましたね。早速作れる？無理か。何がいる？鉛二つとファイバーメッシュ。ほう。そうか。じゃあ、それを作るにはどうすればいいかだな。鉛二つとファイバーメッシュ。鉛はどうやって作る？鉛。基本素材に入ってそうだけど、ないね。そっか。ファイバーメッシュとやらはどうやって作るんだ？これは、これも基本素材かな。だよね。どっちもまだわかんないね、作り方が。じゃあ結局やることあんま変わんないか。これなんだ、水中に可能な小型のストレージか。別に今いらんな。基地取り付け型エアポンプ。屋内用、ファブリケーター、
なんてもうあるからいいよね。通信機、医療キット、壁掛けロッカーか、水槽？なんだこれ。標識？ああ、こういうのはなんかお遊びアイテムだね。そっか。まあ、まだ作れないってことだね。まあじゃあ結局、あれじゃん。やることが変わったと思ったけど、結局変わんないってことだ。どっかへ遠くに行って、まあいろいろ見つけましょうということですかね。しゃあない。あ、待てよ。量子爆発が起きたってことは、ひょっとして、宇宙船の近くの放射能がなくなったとか、そういうことはあり得る。逆かな。普通爆発したら、そういうのって強くなるもんなのかな。そこら辺はちょっとわかりませんけど、まあ一回近づいてみよう。とにかく。何でもやってみんとわからん。まずは試す。ダメだったら、やり直せばいい。どうせね、これ死んでも死なないから、大丈夫だよ。こいつは捕まえれないよね。多分でかすぎて。やばいね。これは敵だった。うん、ごめんごめん。でかいやつは近づかない。もうこいつ新しいんじゃない？違うか。ん？大丈夫？ここら辺前までなんか、放射能汚染されてる場所じゃなかったか？ちょっと逸れてるか、場所が。上に登らないとわかんないんだよな。あ、でもこっち宇宙船だよな。ん？前こんなに近づけたっけ？お？放射能なくなってる？ひょっとして。っていうかさっきちょっと気になったんだけど、なんかさ、放射能の防護服の説明の中になんか宇宙でも、あ、ダメか。宇宙でも大丈夫みたいなこと書いてなかったっけ？ねえ、なんか書いてたよね。宇宙でも大丈夫ってことはいずれ宇宙に行くってことかな。そんな壮大なスケール。でもサブノーティカってなんかタイトルから見てもすごい、そのここら辺なんかいろいろあるか。タイトルから見てもさ、すごい水の中の話っぽいから、あんま宇宙までは出ないと思うんだけどね。そこら辺どうでしょうね。こんな中になんかちょっとあるんじゃないの？鉛とか、なんかファイバーメッシュとやらが。ちょっと見てみよう、見てみよう。ないか？なんだこれ。あ、これはあれか。宇宙船の中にあったものだ。え、あれかな？いっぱい人乗ってたのかな？ひょっとして。自分だけ脱出したってこと？それともこいつ一人ででかい宇宙船に乗って何かのミッションを果たそうとしてたってことかな。最初ちょっと説明あったかどうかもう覚えてないわ。こんなかとかなんかないの？カルゴ。カルゴってなんだ？なんか、外国人の名前っぽい。これは？鉄くずとかもないのか？なんだよ。ああいうのからなんか拾って分解すりゃいいじゃん。わざわざこんな未知の惑星の中にあるわけのわかんないもん使うよりも、自分たちの星から持ってきたもんの方が加工もしやすいでしょ。まあ、サンゴとかは取れないね。なんか収穫ないかな。こっちの方に行くと、おお、くそ、また酸素がちょっと少ないんだよな。前だいぶ酸素は、ボンベ作って増えたんだけど、それでもやっぱりまだちょっと少ない気がするね。大型の酸素ボンベみたいなやつ欲しいわ、早く。まあ、それを作るにも、とにもかくにも、いろんなものを集めないと、なんだ？なんか、大丈夫か？周りのなんかなんていうの？ゴーグルの周りの色がなんかピカピカしてますけど、どういう意味でしょうか？まあ大丈夫でしょう。なんか、わざわざこの、音を使ってね、危ないよっていうのをちゃんと言ってくれてるぐらいなんだから、多分、なんか危ないことがあったらおそらく言ってくれるんでしょう。これは？これもう手に入れてるやつか。じゃああんまいらんわ。とにかくね、未知のもんを手に入れないと話になんないんだよ。これなんかあるか？水深100メートルに達しました。酸素効率が低下します。あ、上にある80って書いてるのが70とか、これがあれか。水深なのか。あんま深く潜りすぎると、やばいよってことだね。とにかく。あ、やばいやばい。新しいもんないかな。このちっこい魚は手に入れられないんだよね。残念ながら。
ぶはやっぱり遠出か。遠出するか、しゃあない。遠出といえば、最近皆さん遠出してますか？まあこういう状況だから、なかなか出かけられないのはそうだと思うんだけど。でもね、俺思うんだけど、なんだ、90メートル付近になんかある。思うんだけど、遠出すること自体は別に悪くないんじゃない？まあ何で移動するかにもよるけど、電車とかはね、あんま、まあ良くないかもしんないけど、あれじゃないの？その、車とかでさ、移動する分には別に対して誰にも迷惑かかんないんじゃないの？そういうもんでもない。まあ物流を止めちゃうっていうか、ちょっとそういうのの迷惑になるという可能性はあるけど、ね、今の環境下とあんま関係ないんだから、別に遠出すること自体は悪くないと思うんだけどね。問題はその遠出した時に何をするかだよね。遠出してその先で、まあ、飯食ったりとか、なんかその、なんだろうな、なんか、ホテルに泊まったりとか、わかんないけど、何するか。それ自体が問題だと私は思うんだけど、だから、ドライブがね、趣味で、ただひたすらこう高速道路を走って、で、降りなければ、まあいいと思うんだよね。それも結構気分転換になるんじゃない？あんまわかんないけどさ。だってさ、ずっとこう遠出せず家の中にいるとなんか気持ちが沈んでこない？そうでもない？俺結構なんかフラッと遠出するのとかが好きなんだけど、そういうのね、やっぱりやった方がこう気持ちが変わっていいと思うんだよね。あんまり詳しくないんだけどさ、なんだこれ？え？何これ？え？これ何？動物？もしこれ生物だったらやばいぞ、ちょっと。ちょ、待て。まあ、いろいろやばい。酸素もない。まず上に行こう。こういう時は、真上に行こう。危ない。え、今なんか、すげえもんいたぞ。え、ちょ、待て。どこだ？これ。え、なにこれ？え、生物これ。え、生き物か？なんか生き物っぽいな。大丈夫かこれ。食われるじゃん、こんなの。一瞬で。まあ、動きが呪いから大丈夫そうだけど、なんかこの辺りの触手にパッと触れたらもう、なんかね、ルルルルルルってこう、絡み取られそうだよね。怖えな、これ。俺の、なんか乗ってきた脱出ポットよりでかいじゃん。なに大丈夫ですか？ちょっと怖いな。ちょっと、どうしよう。一旦上上がろう。ちょっとチキンなんだ。怖い。ちょっと、声が怖いよ。あんま進まねえな、マジで。90メートルになんかあるっつってっけども、90メートルまで潜った時点で酸素切れんだよ、そもそも。なんとかしてくれ、それを。あ、これなんかになったな、そういや。もうちょっと取っとくか、とりあえず。だからね、遠出して、気持ちを切り替えるのが重要だと思うよ。世の中なんかリモートワークだ、うんぬんかんぬんだって言って、家の中から出ないのがいいってされてて、まあ、それはそれで反対しないよ。僕もやっぱ、いろいろ大変じゃん。それこそ、身近な人が、感染しちゃったりしちゃったらさ、もうそれは、大変なことになることだし、まあ、場合によったら、それこそね、すごい命を失う可能性もあるようなことだから、そんな簡単にこういろんなことをやっていい時代というかタイミングではないと思うから、まあわかるはわかるんだけど、とはいえね、それでこう逆にメンタル壊したりしてもそれはそれでちょっと良くない話だと思うからさ、難しいよね。その結局その交通事故とかと一緒で、あれじゃないの？外に出るのが怖いっていう話だったら、交通事故だって多分同じで、交通事故だってさ、なんか、まあ、自分が悪くなくてもなんかいきなり車道から車がボンって突っ込んでくる可能性だって、まあ言うなればあるじゃん？可能性少ないから。でもその可能性のために外に出ないかっていうと、まあそうじゃないよね、普通は。まあそういう人もひょっとしたらいるかもしれないけど、あんまり俺はそういう意見は同意できなくて、なんか、結局生きてる限りは何かしらそういうこう行動に対してリスクはつきものだから、
まあ問題はバランスを見ることだと思うんだけどね。自分のことだけじゃなくて人のことも考えてバランスを見るっていう、その上で遠出するというのが大事じゃないかなと思ってますね。うん。だからちょっと私もこのちゃんとバランスをね考えてゲームしないといけないなと思っているから、まああのあんまりねこのうまくゲームをプレイしすぎても多分面白くないだろうし、とはいえ下手くそすぎてもまあまたそれはそれで面白くないし、ちょうどいいこの具合でねゲーム実況をしていければいいんじゃないかなと思っている所存でございますね。さあこいつから水を作ろう、優先的に。で新しいやつ手に入れてたよね、なんかこのヒラメみたいなやつ。こいつは何作れるの？アンテナは食べられない？フープフィッシュ。ほう、フープフィッシュって何ですか？ちょっとこういう新しいものを作ったときはね、まずこの設計図になんか増えてないかっていうのを見るんだ。お、増えてんじゃん。なんかあるか。ダメか。ここら辺増えてほしいんだけどな。増えてないか。塩漬けしたフープフィッシュか。まああんまりね、そういうのはいらないんだけど。他は増えてないね。いまいちだね、なんか。もうちょっとサクサクいきたいもんだけど、こいつが気になるな。水深90メートルに未知の環境バイオームにつながる洞窟を検知しましたって書いてるもんね。これはまあなんか英語でなんか言うだけか。英語はようわからん。問題あとね、食料結構ね、すぐなくなっちゃうから、まあ食料を作って、で、食料は置いとくと腐っちゃうから、まあ、とにかく食うしかないよね、もう。あ、なんか作れる？ガラス？ああ、石英手に入れたからか。ここら辺もなんかあれかな？作ったら出てくるかな？設計図。出ないかな？そう簡単には。ちょこちょこ作ってみよっかなんか。特にこのグリーンパインの実っていうの結構あるから、シリコンゴムだとか、なんか、いろいろ作ってみる？とりあえず。まあ、フィンももうあるんだけどさ。なんかフィンからもう一個フィン作れたりしないの？なんかスーパーフィンみたいなやつとか。そういうのはもう登録されてんのかな？ちょっと見てみよっか。フィンね。これ、持ってるもんね。2個装備できないよね、こうやって。じゃあまあ、ストレージにとりあえずしまっておきたいんだけど、ストレージも結構いっぱいなってきてるよね、これ。何作るかの計画立てないとダメだな。ちょっと待てよ。なんかだんだんややこしくなってきたな。バッテリーまだ作れないっしょ？銅鉱石ないからね。で、まあ、ここら辺は食い物だからいいとして、大容量酸素ボンベは普通のボンベとチタニウムと銀鉱石か。銀鉱石がないんだよね。あって困りましたね。消火器はまあ、こんなもん作ってもしゃーないし、浮き袋か。あー、そっかそっか。水深深いとこまで潜っていたところに、なんか、急に浮上したい時に使えると。こいつ作れるな。サバイバルナイフ。これ作るとひょっとして銅鉱石集めれんじゃねえか。チタニウムか。こいつは作れるぞ、確か。鉄くずがあればいいのか。これ行ってみるか、ちょっと。鉄くず集めよう。鉄くず集めて、チタニウム作ろう。で、なんとかしましょう。こいつ何に使うの？こいつ何に使うの？フーローター。フーローターいっぱい集めたんだけど、使い方がわからんよ。逆引きはできないんでっか。何を作るために何が必要かは書いてんだけど、これから何を作れますっていう、その、逆引きはできない。あ、これ右クリックで、あれできんの？ストレージに移動できんだ。じゃあまあ、マッシュルームは取って後で捨てて、ここ謎のフーロータとやらちょっと入れとくか。あとまあ、いるもんないよね。腐ったなんちゃらいらない。腐ったなんちゃらも食うときあるか、ひょっとしたら。今結構腹減ってるから怪しいぞ、結構。食う可能性あるな。まずこれ食っとこう。あ、間違った。いや、で、水。水早いなくなるの。なんでこんな早いんだ、水なくなるの。さあ、鉄くず探そう。鉄くずどこだ？近くの鉄くず結構取っちゃったからな。復活しねえかな。復活してくれたら嬉しいんだけど、これ違うな。鉄くず結構ね、こうやってそこに落ちてんだよね、なんか。これなん？グラスフィアの残骸？なんだかよくわかんない。鉄くずは、結構この海底のあたりを探索してると落ちてるんだよね。で、この鉄くずはまあ、
おそらくなんだけど、この星にもともとあったもんじゃなくて、宇宙船が爆発した時に、宇宙船から飛び散ったもんだよね、多分。と私は思ってます。植物の元になる、植物じゃない、食用の元になる、なんか、やつ、あれを拾いながら、まあ、ちょ、これ、おい、上向きながらあれできねえのか。上向きながらタブレットは開けないのか。ステラ、あ、さっきでも右クリックで、なんかできたから、右クリックしたら、あ、いいじゃん。右クリックでバカバカ捨てれんじゃん。知らなかった。あ、ごめんね。ちょっと、なんか、だいぶイライラさせちゃったかもしんないね。見てる人。というか、そもそもあれだな。これ見てる人ってことは、まあそもそも、俺がぐだぐだ喋ってるのを聞いてるってことだから、まあそれは、もう承知の上で見てくれてるから、別に、私がこう、なんか、ぐだぐだすることに対しては何も起こってないと、私はこの時点で思っているので、謝る必要はなかった。え？放射線検知？あ、宇宙船に近づきすぎたか、ちょっと。鉄くずないね。さっき結構見つかったんだけどな。さっきじゃないや、前の実況の時か。どっか鉄くずないですかね。まあ、またこれか。このね、深海付近まで潜らないと、鉄くずは見つからないんだけど、深海付近まで潜ると酸素が切れるという、このジレンマね。鉄くずないでっか。こいつは敵だな。なんか一つ目のやつも、一つ目の魚もちょこちょこ手に入れていかないと、食い物なくなっちゃうからね、下手したら。あいつも見つけながら鉄くずも、お、こいつか？こいつは一つ目じゃないな。一つ目じゃない、あ、こいつは一つ目？違うな。お、ここはなんだ？ちょっと間が、なんか空いてるぞ。鉄くずないですか？こいつは？鉄くず、オッケー！オッケー、鉄くず1個手に入れた。これでサバイバルナイフが作れんじゃないの？一旦戻ろうか。プラダフィッシュだっけ？水になる魚をちょっと探しながら、周りをちょっと見ながらね。こいつはブーメランだから違うと。こいつは？こいつもち、あ、いたいた、こいつだ。オッケー、よし。プラダフィッシュが重要なんだよ。こいつがね、結構水になるから重要で。まあ、こいつも魚、取っときゃ。食えるからいいか。で、マッシュルームはいらない。マッシュルームは、ポイポイ捨ててこう。こうやって、で、この戻ってる時に、ちょっとこの、こういういらんもんね。これいらんでしょ、こんな。はい。捨てちゃうと。でかいんだよね、そもそも、あの実って。まあ、場所取る。はい。これで作れんじゃない？その前にちょっと医療キットな。オッケー。で、こいつで、何を作るかというと、チタニウムだね、確か。うん。これ一個作って、で、これで確か、なんだっけ、サバイバルナイフか。こいつ作れんじゃん。オッケー。さあ、こいつが一体どんな働きをしてくれる？オブラクシスプライムによる虐殺事件以降、脱出ポットのファブリケーターから武器類は取り除かれました。はあ。なんのこっちゃ。なんか昔なんかやらかしたから、それに対する暫定的な処置として、まあ、危険なものは作れなくしましたよってことですね。まあでもそういうことやってもあんま無駄だよ。結局、作るやつは作るから。まあとりあえずあれでしょ。作るやつは作るっていうことは分かっている状態で、そういうことを言ってるんでしょう。この人たちは。なんか何でも一緒だよね。とりあえず言われたからまずは対策しましょうっていうやつだよ。こうやったら振りかざせるか。さて、これでなんか集めれるようになったんじゃないか。なんか集めれるかちょっと試してみましょう。例えばジャイアントコーラルチューブ。おなんか手に入れた？これなんか手に入れれてんじゃない？ん？手に入れれてる？あ、いいね。オッケー。よし。新しいもんいっぱい手に入れれそうだな。まずサバイバルナイフ作りゃよかったじゃん。しまったな。オッケー、じゃあこれでちょっと、見てみようか。なんか作れるようになった、これで。はい、何も作れませんね。うん、わかりました。そういうことですね。こいつはじゃあ何に使うの？ジャイアントコーラルチューブは。ジャイアントコーラルチューブの、何？鱗じゃなかったっけ？どうやんだっけ？これ。コーラルチューブのサンプル。CACO3 をサンプル。
炭酸カルシウムは漂白剤の基礎原料。漂白剤が作れる？マジか。漂白剤作れるとでかいぞ。おい、作れねえじゃねえか。あ、塩もいるのね。塩ってどうやって作ったっけ？あ、なんか塩前手に入れてなかった？最初から家から持ってきた食塩水、食塩水じゃないわ。食塩水は水だ。家から持ってきた食塩ですか？岩塩。岩塩。岩塩のがうまい、ちなみに。俺あんまりその塩にこだわりないんだけど。あ、なんかあれうまいらしいね。あの、なんだっけ。何塩だっけ。忘れちゃった。あれなんだっけ。宮古島の塩だっけ。違うわ。なんか沖縄かどっかのね、塩で、めっちゃうまい塩が昔あったの、記憶してんだけど。あんまり、でもね、あれなんだ。あの、うまいのは記憶してんだけど、名前忘れちゃった。なんていう塩だっけな、あれ。忘れちゃった。まあいいや。じゃあ、サバイバルナイフ今回作れたから、次回同鉱石手に入れるね。いろいろちょっと取ってみましょう。サバイバルナイフでいろいろ取れば、多分作れるもんも増えると思うんで、そうすりゃ、まずはあの放射線の服だね。あの防護服を作って、で、宇宙船の中とか入れるようだったら入りましょう。じゃあ、今回はこんなもんで。バイバイ。面白かったら、動画の次も見てください。チャンネル登録もよろしくね。評価も、高評価、低評価関わらずお待ちしてます。コメントもよろしく。では。バイバイ。